そうなんや。うん。意外やな。まあ俺もびっくりしたけどな。あ、そう。俺自身が一番。パーマかけた？あ、かけてないの？あ、ほんま？うん、なんで？なんかふわっとしてない。あ、ほんま？うん。なんでやろ？うん。パーマかけようかな、そうやったら。電話かかってきてん。うん。パーマかけたことないからさ。あ、そうなんや。うん。電話。うん。いいよ、出ていいよ、なんで？いや、電話出よ。どうせ切れるやん。うん？どうせ切れるやん。誰からなん？うちら見てないから。え、見いいや。え、なんでどうせ切れるで。でも。いや、それ切れるやろうけど。うん。え、休養かもしれんで、電話ってことは。うん、でも、永遠にはならんやん。え、それそうやけど。うん。ほら、切れた。パーマかけようかな、それやったら。ええ、別に、俺、気にせんで。どうせ切れるから。うん。まあまあ、そうやけど。そうなん。思いっきりかけようかな。え、何？どんぐらい？なんかもう、ブワッ。くるくる。そう、くるくる。くるくる。お、でもなく。え、なんで何も言わない？かけ、ん？あ、留守電。お、電話。え、なんで何も言わんの？え、どうせ言うやん。喋るやん、相手。いや、最初は、もしもしとか。最初は言う、いるやろ、もしもし。いや、要件言うてくれん。電話してるってことは。え、もしもし、繋がってますかみたいになるやん。え、無駄やん。返事とかいらんやん、別に。え、言うねんから、要件とか。いや、言うけどさ、最初のもしもしと、じゃあまた、みたいな、切るとき。いや、呼び出し音止まったってことは出たってことやん。いや、そうやん。もう、それがもしもしやん。それが聞こえないもしもしってことやん。シーンってなってたら、不安じゃないから、向こう。いや、要件言うやん、絶対。いや、言うかもしれんけど。電話またかけてきてる。いや、でも、それおかしない。最初になんか一言。電話出ろって。え？電話出ろよ。いや、どうせ切れるやん。うん。いや、それ何なん切れるやんって。いつかは切れんねんから。そりゃそう、当たり前やん、そんなん。相手も一生かけるわけないやん。そうやろ？だからや。でえや、休業やって絶対同じ人じゃん、見ていい？いやいや、さっきの人が誰か見てないから、同じ人かどうかなんてわからんやん、今見ても。出ていいって、気にせんでいいって。どうせ切れんのに？どうせ当たら折り返すん。何？当たら折り返すん。うん。でえや。なんで？いや、どうせ切れんねんから。ほら、切れた。どうせ切れんねんからって、そりゃそうやん。うん、その永久にはならんねんから。いや、まあそうやけどさ。うん。お前はパーマ当てたら。ダブルパーマ。何？ダブルパーマ。何なんダブルパーマ？あ、そうだ、ダブルパーマ。ここでダブル。ダブル、ダブル。なんか俺、ダブルパーマっていう、なんか、あれと思った。絶対喋った方がええで、電話は。誰？要件言うやん。言わんってさ、言うのに時間かかれへん。もしもし、言っていいですかとかならへん。いや、呼び出し音切れたってことは出たってことや。え？あえて絶対上司は要件言うやん。上司？あ、上司。上司？無言なん？いや、おかしない。わかりました。ありがとうございます。電話。うん。いつか切れるから。同じ人やって。絶対喋った方がええって。多分同じ人やって。絶対最初と。でえや、はよ。ケツは喋った方がええ。俺出ようかじゃ。え？出ようか、俺が。どうぞ切れんのに？なんなんそのどうせ切れんのにって。どうせ切れるから出る必要ないよ。俺の電話でやんなってそれ。そう、俺の電話でやらんといてや。まだ要件言うとったで。言うんや。うん。言うんや、それでも。誰やった？わからん。ちょっともしもしって言ってた。言うやん、それやっぱもしもしって。録音せえよ、スマホ持ってんねんから。ちょっとだけ変俺より。ほんまにちょっとやけど、ミリ単位やけど。よくわからん。うん。パーマ当ててくるわ。うん。おー、コーヒー代は俺の、俺か。チャンネル登録は別にお願いしませんよ。うん。まあ、どうせしたりせんかったりすんねやから。誰なん？それ、そんな短い間に。チャンネル登録よろしくお願いしますって。言ってきたの？うん。誰やねん。
こんにちは、ジャルジャルの福徳修介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね、冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみて、ぜひ読んでみてください。以上、小説の宣伝でした。バイバーイ。ジャルジャルのネタサロンが非常に充実してござる。おいらの時代にもそういうのがあったらな。僕噂で聞いたんだ。このジャルジャルに興味あるネタサロンのこのご紹介 VTR あんまり宣伝効果ないんだって。残念な結果でござるな。不透明すぎて入るのが怖い、そんなネタサロン。ジャルジャルアイランドもチェックしてござるよ。ジャルジャルタワー。